中川霊二は、日本のお笑い芸人。中川剛との兄弟漫才コインビ。中川家のツッコミ担当。大阪府森口市出身。吉本工業所属。吉本総合芸能学院11期生。血液型は A 型。身長171センチメートル。体重75キログラム。既婚。当時紅葉大高等学校と提携していた。 近畿情報高等専修学校を卒業。高校時代はラグビー部に所属していた。卒業後は理工でサラリーマンをしており、営業トップ賞を受賞したこともあった。1992年 NSC に兄の剛と入学し、中川家を結成。番組出演時の表記は中川家、例二とされることも多い。 1998年に一般女性と結婚するも、後に離婚。2009年4月には愛知県出身でピアノ講師の一般女性と再婚し、同年11月には第一子となる長女が誕生した。2019年9月に第二子となる長男が誕生した。自身も第一回に、 中川家として出場し、優勝した M-1 グランプリの審査員を復活後の第11回から担当している。毎日放送、数回、アカシや電子台など、アカシやサンマとの絡みでは、東大阪の岩本さんという架空の人物を演じることがある。岩本さんは、東大阪で、ネジ工場を経営しており、とても陽気で女好き。 結構儲かっているらしく、社員旅行で沖縄へ行ったり、正月にスナックのママと海外旅行へ行っている。岩本さんはなぜか、サンマと仲が良く、サンマちゃんと呼び、毎回女の子の話をしている。ゴルフ中にサンマに突っ込もうとして、速攻に片足を突っ込み転んだことがある。一度キャディ役で、岩本さんの奥さんが登場した。 演者は、例にで、典型的な、大阪のおかん。サンマを見ると、やー、サンマちゃんやー、と喜び、触っとことサンマに軽くタッチする。2004年12月、リチャードホールで、東大阪の岩本さんを、主人公とした、コント、岩本さんクリスマスプレゼントを買いに行くが、中川家によって制作されたが、同番組で、すでに放送していた。 阪神タイガース施設応援団のコント、平方半と、キャラが被ることや、差しが長すぎるとの理由でお蔵入りとなり、岩本さんが登場する、冒頭部分のみ放送された。リチャードホール DVD、リチャードホール同窓会聞くの間収録の中川屋インタビューによると、コント内容は、岩本さんが、クリスマスツリーを破壊するというものだったという。 岩本さん登場10周年記念スペシャルとして2014年8月18日放送の通会アカシア電子台ではアカシアメンバーと岩本さんと従業員のカメラ好きの西村くんとで東大阪を巡るツアーが放送された。現在過去、ありがとうございます。